シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。雑談コーナーをお送りします。まず告知です。7月15日、シネマサロン登録者1万人突破記念のおめでたいですね。オフ会と試写会をやりたいと思います。よかったね、はい、草子さん頑張った甲斐があったね、はい、うん、なんか一言のようになんか今隣で休んでたらなんか眠くなっちゃってさ一言になっちゃったあなたも一緒に参加するんですよ。俺も出んの、はい、初めて聞いた。なんと T さんも参加するんですよ一部は恵比寿ガーデンシネマで、うん、マイビューティフルランドレッドの、4K リマスター版の試写で、その後ちょっとトークやらせていただいて。じゃあマイビューティフルランドレッドの監督は誰だ。あ、まだわかんない。まだわかんない。だってやるんでしょ。15日までには分かってるよ。なんだそれ、今知らない。誰ですか。スティーブン・フリアーズでしょ。スティーブン・フリアーズか、うん、代表作は。代表作はあれでしょ、ユーロスペースが配給してシネマライズでやった、あのなんだっけタイトル思い出せない。あと僕がやったのはハイローカントリー。ああ、ハイローカントリーか、うん、まあ、代表作じゃないから今言わなかったけどじゃあハイローカントリーの脚本は誰が書いたんだ。ハイローカントリー難しかったんですよ。難しいっていうか買い値が高かったの。これだったからね。3000万円。バブルな時代ですね。いやもう大変だったね。バブルな時代だな、うん、そりゃ大変だわ、うん、大変だ。今週の雑談の一番のトピックかもしれない、まあ、今値段言ってないからね、うん、あれだけど大変だったな、うん、いやだから手形にはさせられなかったんで。なるほど。僕がおやりになったんですね。宣伝プロデューサーをやった。じゃあマイビューティフルランドレッドだったら、うん、うまく宣伝できた、まあ、多分買い値がうーんと100分の1ぐらいだったんじゃないと思います、ね、そうですよね、うん、っていうようなお話がもっともっと聞けると思いますので、うん、もう大変だよ。ぜひ大変だった。ぜひご参加いただければと。こちらはちょっと待ってください。誰が買った。まあ告知ね、はい、2000円です、うん、鑑賞プラス、トーク付きです、うん、でそのトークはさ、うん、どういうふうにやるの。まだ決めてないの。いや普通にインタラクティブなのか。いやあの一応、うん、あの3人の感想を言わせていただいた後に、うん、質問もお受けしようかなと思っております。なるほど、うん、はい、なるほど。まあネタバレありで喋れますからね、頭からね。まあね、当然。だから残念ながらジングルはなしですね。収録して出したりするの。どうしようかな、検討中、うん、まあ出せたら、まあ、検討なんだ、うん、そのもしかしたら収録できなければ、うん、もう来た人たちだけの時間、うん、まあもちろんだから出したとしても一部しか出せないんで。そうするとやっぱりお払いいただく2000円が、うん、当然ですよ。かなりの価値を持ってくるんじゃないか。ひょっとすると、うん、もうね収録では言えないことも言うかもしれないし、そこで、うん、なるほど。で2部は佐古さんも言うことは決めてんでしょ。だっていやまだ普段だって俺は言えないこと絶対言うって。いやそれは2部でね。あ2部なのそれ。2部2部じゃあ1部来た人損じゃん。いやわかりました。じゃあ1部でも言いましょう1部でもね。一部の一部は喋んないと。一部の一部はじゃあ喋りましょう、うん、そんな僕も聞いたことないような業界がどよめくような なんかすごいこと言うんでしょ。だっていや俺も聞いたことないしさ。何ハードル上げるの。いやだって放送で言えないことってどんなことなんだろうと思ってさ、うん、言えるじゃんって突っ込まれる。いや僕も超楽しみにしてるんですけど佐藤さんが僕も聞いたことないその業界がどよめくようなここでは言えない話題をね喋っていただけるの。そりゃ2000円どころか500万円の価値もあるじゃないですかねえ、うん、まさに雑談ですなっていう調子で、うん、多分2部渋谷でやる、なるほど、軽食ドリンク付き5000円の会は、うん、これはもう超インタラクティブでしょ。インタラクティブですよ、うん、当然。どんな感じになるんですか。どんな感じになるんでしょうね。やってみないと分かりません、ね、まあきっといろいろお考えいただいてるね佐藤さんのことですからとてつもない企画が楽しそうです、ね、楽しそうだね本当に佐藤さんのとてつもないそれはない、とてつもない企画が。なんかスペシャルゲストとかもいるんでしょうね佐藤さんのすごい大きな人脈でなんかとてつもない全くいません、全くいませんよ。え、実はこんな方がいません、いません。佐藤さんのなんかほら普段お飲みになっている人脈の中ですごい方がいらっしゃるでしょ。そんな人連れてきたら誰ですかそれってなっちゃうし、ね
と。なので、そこは期待しないでください。あ、そこは期待できない、はい、なんだ。じゃあ払う価値ないな。いや、録画できないようなことは言えるかもしれない、ね、言えんの。楽しみだな、佐藤さんの言えないこと。俺も聞いたことないもんな、そんなの。ということで、いや、みんななんかすごいのが見られそうだね、渋谷で。僕も楽しみにしてますよ、佐藤さんの大発言、はい、うん、チケットは今、まあでもこれ1週間後ぐらいにアップするから、どうだろう、早めに。もういいじゃん、人数は。だってここで言ってもしょうがないもん、ね、あれ、ね、あれで言ったじゃん、ね、さっきなんだっけ、今週末、今週末で、うん、それが正しい数字ですよ、ですね、これ多分1週間後にはあの、ね、アップだから、ね、うん、ということで、カンフェティさんのサイトで募集しておりますので、そちらでお申し込みいただければというふうに思います、はいはい、では早速本題、はい、質問コーナーに入りたいと思いますが、うん、時間もお金も自由だったら作ってみたい映画はありますか、うん、僕さ、その仕事に就く前に思ってたのいっぱいあったね、うん、お、例えば、だから大学生とか小学生の頃にいろいろ考えてたのあって、うん、まあ、一つはね、高校の時に読んだのかな、うん、あの石川純の強風期っていうのがあったんだけど、これ当時まだすごくがん、あの体も頑健だった鈴木清純監督が撮ったら相当面白いんじゃないかなと思って、なるほど、なるほど、しかもでも多分20億ぐらいかかる、もっとかかるかもわかんないけど、なるほどね、だから絶対に実現。一時期さ、当時の社長だった、はい、あの戦場のメリークリスマスとか、はい、ランとかの制作やった原さんと話した時にね、はい、竹内くん、なんかあのやりたかった映画とかなかったのって言うから、いや僕ね、石川純の強風期をずっとやりたかったんですよ。やればいいじゃんって。いやだけど20億ぐらいかかりそうですから、やればいいじゃないかって言われましたけどね、僕もランとか作ったからって。ランいくらかかったんですよ。ランは30何億じゃなかったっけ。すごいね、確か50億だったか。でも別にね、個人保証されてるわけじゃないからね。いや、だからその後大変だったね、彼の会社は。うん、まあそうでしょうね。あれがね、借金返すまでに30年ぐらいかかったんじゃないかな。なるほどね、うん、だからその強風期を、まあまあ鈴木清純監督じゃなくても、うん、かなり内容がぶっ飛んでる話なんで、うん、強風期自体かなりこうセンスのいい人がね、うん、あの映画化したら面白いだろうなっていうのが一つあって、うん、あとは蛇を踏むっていう、うん、芥川賞を受賞した作品なんだけど、うん、これ要するにその蛇がお母さんで、お母さんも蛇なのよ、うん、まあ端的に言えばだけどね、うん、ちょっとあのかなり複雑なんで、はいはいはい、まあ、端的に言えば、はい、これをだから特殊技術が進んだ未来に作ったら、そのモーフィングした蛇とお母さんをオーバーラップさせて、ハッと見るとお母さんで、ハッと見ると蛇だったりするっていうのをやってみたいなと思ってて、それはきっとその映画的な、あのもともと原作の世界観も非常にユニークで、その世界観を生かしながら実際にその映像でなんかやっぱりこう鬼面人を驚かすようなことができたら、その非常に不思議な世界観と、そのビジュアライズされた具象化されたその蛇と母親、これ映画化したら面白いだろうなと思ったりしたよね、うん、あとね、斉藤孝雄さんの原作で台風五郎シリーズってのなんだけど、これをドラマ化したかったね、なるほど。この3つはね、あの台風五郎はね、小学生の時にこれドラマ化したら面白いだろうな、もう大人になってやりたくなったやつはない、ない。実際にもう映画業界入ったら、そうだね、もうだって自分でもしそんな言い出したら大変だもん、うん、だしあんまり具体的に考えるとやりたくなっちゃうから、うん、無双することってなかなかありそうでない。無双はもうないよね、だから自分でやるかやらないかになっちゃうから、うん、まあ実際にやるかやらないかになっちゃうじゃん、うんうん、そんなのだってやったら大変だもん。そうですね、うん、あんまりね、自分をね、苦しいところに追い詰めていくのが嫌いだったんで一切あの、何かを映画化したいなっていうのは思わなくなりましたね。なるほど、うん、T さんはいかがですか。なんかでも、作ってみたい映画って言われるとやっぱり映画にしかできないような、なんか例えばなんかああいうウェス・アンダーソンみたいな、絶対現実にはないような色味とか世界観みたいな、ああいうのはお金気にしないでできたら楽しそうですね。お金気にしなければ楽しいよね、映画作るのね。キャスティングとかも絶対、そうそうそう、最高じゃないですか、うん、誰でもいいんだから、うん、お金と時間とね、そうですよね、自由になるんだったらね、うん、あ、俺1本だけあったわ。何？心理試験。
って何？心理試験知らないの？知らないの？江戸川乱歩の名作があるんだけど、これを一回僕自分のお金を払って自主映画作ったことあるんだよ、うんうん、主演加藤慎介くんでね、うんうん、それで荒川龍くんと二人で作ったんだけど、うん、心理試験を二人でやりたいなと思って、うん、まだ原作権切れてない？いえいえ、もうずっと前に切れてる。パブリックドメイン、もうパブリックドメインで自分でも作るじゃないですか。お金かかりそうなの？いや、お金もそんなかかんないので実現しようと思えば、しかも自分で監督したかった。うん、じゃあクラウドファンディングで。いやいやいや、10万人ぐらいになったらどうなんですか？加藤くんも荒川くんもぜひやりたいって言ってたんだけど、まだ当時加藤くん今よりも全然暇だったから、今忙しそうだ。いやもう無理じゃん、もうかなり彼もほら有名な俳優になっちゃったから、うんね、もう今さらじゃあ出演料いくらですかって言われちゃいそうだよね。江戸川乱歩心理試験、ね、心理試験、これ映像化、映像化何度かされてる、うん、あ、そっかそっか。で NHK でもこの間例の満島、あ、そう、なんか満島ひかりさんが須田君と、うん、明智小五郎やった時にこれも映像化されてますよね。私はお金と時間どうとでもなるんだったら、うん、やっぱり大友克洋さん の, 何回か言いましたけど、ファイアーボールとドームとアキラ、俺はあれ大友克洋三部作と思ってるんで。あれドームってハリウッドで映画化されるんじゃなかったっけっていう話がほら頓挫してるじゃないですか。頓挫してんの？してるかどうか分かんないけど、うん、まだ一切ニュースが出てこない、まあ、出てこないよね、うん、3つの話を一つにまとめた映画を、それ一つにまとめられるの？はしょればできると思うんですよ。はしょったら面白くないんじゃない？特にドームはあんまりちょっと関係ないんですけど、うん、ファイアボールとアキラは明らかにつながってる。今のジョーク？ジョークじゃないです。うまいとこ挟みますよね。明らかに、明らかになんで二度言うの？つながってる話にできるんで、うんうん、まあ、特にファイアボールはね、ドームみたいに映画化の話もまだ出てないんで、うん、それはぜひ。まあでもちょっとね、この間のウィッチ、うん、ザ・ウィッチとかにもちょっと近いんですけどね、うんうん、あ、確かに近いよね、うんうん、俺はぜひドームは誰かに映画化してほしいと思う、ね、でもあれ金かかるよね、うん、だからお金と時間が自由になるんだったら、ね、でもあれ映画化できると思うんだけどね、うん、と思いますし、はい、まあ、あとそのもう今度映画になりますけど、沈黙の艦隊をちょっとやってみたかったなと思った時期はあります、まあ、もちろん現実自分ではできないけどね、映画にしてほしいなと思ったとか、あとデビルマン、永井豪さんのデビルマンは、まあ、失敗してるからね、自分でやり替えたい、ちゃんとオリジナルの良さを生かしつつっていうのはあります。でもあれ原作結構難しい話じゃない？そう、ね、だからやりたいんですよ、まあ、世界観とか宗教観とか、だからその映画はちょっと難しいかな、ドラマかな、まあ、長く、うん、それなりの時間いるよね、ありますよね、世界観、それこそネットフリックスとかの企画だったら、うん、ただね、しかも悪と善とか、そうそうそう、うん、テーマがすごい重いんで、うんうん、でも永井先生がもうなんか触りたくないらしくて、そうでしょうね、うん、前ね大変だったからね、うん、でもそこをなんとか説得してできるんであればやってみたいなと、うん、あと検討したけど難しいだろうなと思ったのは、うん、角川さんの高野和明さんのジェノサイド、ジェノサイドか、うんうん、あれはお金かかる、江戸川乱歩賞受賞作だ、うんうん、すごい面白いじゃないですか。あんまり読んでない、読んでないんですか、うん、めちゃくちゃ面白いです。そうなんだ、うん、しかも自分が好きなお話なんで、うん、まあでもお金がないと絶対作れない企画ですね。何でもそうだけどね、うん、大量にお金がいる、大量にお金がいる、うん、じゃあ無理だな、うん、だから本当ネットフリックスとかじゃないと難しいかもしれない、うんうん、はい、じゃあ次、字幕のフォントに決まりはあるんでしょうか？ないでしょう、うん、と思うんですよね。ただ慣例はあるかもね、うん、だけど今やっぱりゴシックとかが多いのかな、やっぱりなんかこう、うん、会社の皆さんが、それぞれ字幕を作ってる会社の皆さんが究極的に見やすいのはやっぱりこれだろうっていう風にして割と統一感を持って作られてることはあるんじゃないかなと思う、うん、そうですね、ただ映画の世界観によって字体を変えたり色を変えたりすることは可能性としてはあるよね。昔の焼き付けのパチ打ちの字幕って、うん、それ焼き付けじゃないよね、もっと前だよね。そっか、パチ打ちだよね。パチ打ちか、うん、のパチ打ちっていうのは、うん、画面についてる被膜を剥がす、うん、ですよね、うん、あれは決まってましたよね。
あれは決まってるというよりも、うん、それしかできなかったっていうことです、ね、フォントとかないから、うん、フォントになかったのよ。いや本当に本当ですか。本当になかったのよあれは、うん、あれはね要はこう打ち抜くので、うん、もうフォントとかっていう世界じゃないわけ、うん、でしかもあれ当時見てみもらえば分かるけど丸く打っちゃうと丸くパチ打ちしちゃうと抜けちゃうんだよ ね、そのまま、うん、だから必ず文字を全部抜かないようにつながってる部分を残しながらやってたわけよ、うん、だからもうフォントとかそんなこと本当に言えない。まあ別にあだったら、うん、あって普通にやっちゃうとここが抜けちゃうってことですよね。そうそうそう、こことここがね、うんうん、だからあの場合はあに見えるように抜かないといけない。こうねちょっと離して、うん、ここはつなげないと抜けちゃう、うん、フィルムがね、うんうん、フィルムに傷をつけて被膜を剥がしてるのよあれ。だからもう本当とか本当に言ってられない。だけど今は、うん、今はデジタルだからデジタルだから好き勝手できますよ、ね、うん、やろうと思えばね。そうそう、で一時期その焼き込みをしてた時もあるじゃない、うん、焼き込みはだから向こうからネガを取り寄せて、ね、ネガに音ネガと地ネガを合わせてプリントを作るわけよ。でそういう時は地ネガの時のフォントはそれなりにあったと思うんだよね、うん、本当にあったと思う。はい、ということで本当に決まりはないと思います。まあ決まりはないけど慣例はあるんじゃないかなというふうには思います。次、これね、これシネマサロンやってたらいつか言われるんじゃないかと思って、うん、若干ビクビクしてた質問なんですけど、うん、SNS 等でキービジュアルの転載はどこまでが可能なんでしょうか。どこまでなのあれは。これ非常にグレーだと思いますね、うん、あの厳密に言うとシネマサロンでもアウトってなる可能性もあるかなと。だからあれをさ著作権として考えちゃうとアウトだよね、うんうん、だけどさ潜在物として著作権が成り立つのかっていう考え方がある。一応あのシネマサロンの判断としては公にあの告知されてる潜在物、うん、まあ告知パブリックに露出されてるものは基本問題がないんではないかと類推しております。潜在物として出てるものは著作権とかっていうことじゃないんじゃないかと、はいはい、でしかも それを鋭利にあの使用する、例えばその映像をそのまま流したりファスト映画として流したらもう完全にアウトですけど、うんうん、まあ我々一応あの宣伝のお手伝いをしてるっていうような立て付けもあり、うんうん、で、まあ、そういうものがあのこれだけ好感あふれてしまうとその違法ではない YouTube の映画チャンネル映像チャンネルたくさんありますから、うん、まあ、あのオフィシャルに問題がないっていうふうに世間が認めてるっていうふうになる可能性が多分高いだろうな、まあ、あともう一つ考えられるのは潜在物のそのなんていうの対応性を何年と考えるかってことで、うんうん、時間が経つと著作権になるという考え方あるよね。そうですね、うんうん、だからあの変な話訴状が届いたらあのあすいませんでした取り下げますみたいなか、うん、あのいや、ま、そんな許せないっつって裁判になるか、あ向こうがね、うん、可能性はゼロではないと思ってます、うんうん、まあ裁判に持ち込むことはできるよね、はい、うん、裁判はどんなことだってね、うん、あの訴状としては裁判所は受け付けるので、うんうんうん、でもまあこれは和解なさったらどうですかとか。でも最近だから潜在でも、うん、その転用できないようにしてる、うん、できるだけ転用しないようにしているのも多いよね、うん、そうですね、うん、なので基本的にはパブリックになってるもの以外を、例えば映画の内容を場面写真とかを勝手に使うのは NG、 スチルはやっぱりやばいよね。 NG だと思います。これはまずいと思う、はいはい、だけどその潜在物として出してるものはグレーってことだよね、はいはい、うん、っていうふうに思います、はいはい、じゃあ次、映画の版権を取ってらっしゃいますか。映画の版権、あ版権か、もうなんか出版権とかなんかそういう権利のこと、販売権ではなくてチケット、ね、昔は取ってましたね。あ取ってた、うん、今でも持ってらっしゃいます、ね、持ってる。だから、僕が映画を版権で見始めたのは1969年か70年ぐらいからなんで、下手したらそのぐらいからあるかも。だいぶ形状変わってきました。いや全然変わってないよ。変わってない。あの最近のだからいわゆるなんだっけ、こういうシネコンの、うん、シネコンっていうかなんつんだっけこういうの、うん、今角川がやってたじゃんこういうの、なんつんムビチケ、ムビチケ、うん、ムビチケ以外は変わってないと思う、うん、あそうなんだ、うん、T さんは取ってないですね、うん、私も一切撮ってないです、ね、一切撮ってないんだ。一切撮ってないです、ね、まあ、撮ってるというよりもたまるじゃんあれ、うん、だから捨てなかっただけだよね、うん、
今ね、多分だから70年ぐらい生産でいただいてるので、うん、シネマサロンの版権はうちが持ってますね。っていうか最近は前売り券の版権とか買わないから、前売り券、うん、もうだってジジイだから、うん、あの立川シネマシティとどっかぐらいは、うん、あの全部1200円で、あ最近1300円になったけどね、はい、まあ1200円で、はい、まあ下手すと吉祥寺だと1100円で見られるけどさ、うん、オデオンとかは、はい、うん、っていうことですね。なので今でもうちをどっか探れば70年ぐらいから以降の版権はどっかあるかもしれないですね、うんうん、でもそれは別に集めてたわけではないような気がする、うんうん、はい、ということで竹内さんは昔は集めてた、集めてたっていうか、まあ、取っておいただけ、あの捨てなかったっていうことですね。なので大体、はい、当時民音のこう袋とかにちぎってきた版権入れて1970年とか82年とか書いて、うんうん、その辺におっぽっといたよね、うんうん、今でもあると思うけどね多分、うん、昔の版権、うん、じゃあ次スクリーンアベレージとはどういうことなんでしょう。スクリーンのアベレージだから、全興収をスクリーンで割って一巻あたりの興行収入のを指してるよね。はい、うん、まあ興行収入ボックスオフィスと言われる、まあ、売上金額ですね、うんうん、売上金額の全体をスクリーンを、うん、じゃあ100スクリーンで上映してたって言ったらその金額を100で割って、うん、1巻あたり売上がいくらだったかっていうのをスクリーンアベレージというふうに言いますね。それで、シネマサロンで言及させていただいたボックスオフィスは、週末3日間の数字なので、うん、まあ、ウィークエンドボックスオフィスってやつですね、はいはい、でそのアベレージが大体まあ最近だと30万ぐらいだとまあまあぼちぼちいいかなと、うん、まあ、これ皆さん想像していただければ分かると思うんだけ ど、金土日に映画を見に行ってどのぐらい入ってんだろうって見たらガラガラだったら当然そのスクリーンアベレージはどんどん落ちていくわけですよね、うん、とか満員だったらもうスクリーンアベレージはそのここの、いわゆる何だっけ、あのほら席数なんて言うんだっけ、席数のことなんて言うんだっけ、英語でよく言うじゃん、当然その席数かける興行収入、1人1000、はいはい、今だと250円ぐらいの平均単価、1スクリーンでも100のシートのしかない、うん、席数しかないスクリーンと、うんうん、500、600あるスクリーンだと全然違いますからね、うんうん、そうだからでかい映画だと、うん、あとねいつも言うけど 4DX とか、うん、あれだとその興行収入はどんどん上がっていくので、うん、あのアベレージもスクリーンのアベレージも上がってくる、まあ、そういうのも一応勘案しながら、うんうん、まあ大体、まあ、20万から30万上がっていくとぼちぼちで、それがどん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 高くなっていくと、そうそう、まあ50だとおーおーいいじゃんみたいな、100だとヒットしてますね、まあ、いやっていうかもう相当なヒットですよね、うんうん、今週一番入ってるのは、うん、青春舞台野郎はお出かけシスターの夢を見ないは1682381円ですから、すごいよねこれ、はい、104スクリーンですけど1スクリーンあたりだから 104×、うん、1682381円が週末講習ってことになるわけなん で、ね、これはすごいですよ、大ヒットですね、大ヒットですね、うんうん、っていうことです、うん、はい、じゃあ次、北米での日本映画祭、なんか知名度のある映画祭、人気がある映画祭ってありますか。北米での日本映画祭、うん、ニューヨークの、あ、ジャパンカッツだっけ、うん、ジャパンカッツは結構有名だよね、うん、それだったらそんなにっていうかね、やっぱりヨーロッパのが多いよね、そうそうそう、ヨーロッパだと極東っていうかアジア映画祭、アジアの映画だけをやる映画祭とか、あと日本映画だけやる映画祭とか結構各地でやってる、ね、フランスとかはね毎年やってる、まあ、ていうかヨーロッパは結構多いよね、うんうん、いろんなところでやってる、あとアニメは全米の中でもサンフランシスコとか、うん、そういうところでアニメ、日本のアニメ映画祭とかをやったりするとこはあるみたいですよね、うんうんうん、ただちょっとあまりすいません詳しくないので、まあ多分でもに日本映画祭だと一番有名なのはジャパンカッツなんじゃないかな、うん、いや、それほど有名な映画祭は多分ないんじゃないかなと思います、うん、はい、じゃあ次、これも一回お話した記憶がない、あるようなないような、何、映画の冒頭にクレジットが出ます、まあこれ映像ロゴのことをおっしゃってるんですけど、はいはい、これに決まり事ってあるんでしょうか。昔はさ順番とか長さとか昔はこんなに出さなかったけど、うん、やっぱり各出資会社が権利志向が強くなってきて、それでやっぱり出るようになってきたよね。あの
うちもこのライツ持ってますっていう主張される方が増えてきて、うん、まあ、この映画に私たちもお金出してんだから、うん、頭にロゴつけてよっていう話はやっぱ増えてきてる、ね、そしたら、うん、5社の出資の委員会だったら、うん、5個の映像ロゴは出る可能性がある、うん、昔は配給会社が一番だったんだけど、うん、最近は幹事会社を一番最初に出すとかも増えてきたよね。なるほど、うん、じゃあ制作委員会のメインの主幹事をやってらっしゃる会社さんがファーストに出てきて、あとは出資比率かな。そうね、うん、だけど本来はね配給会社が頭だったんだけどね、普通はね、うんうん、まあ、今でもそういうのもあるんですか、まあ、多分東宝松竹東映なんかはそうだと思うんだけど、うん、インディペンデント系のところは、うん、もしかしたらその主幹事、うん、一番お金をたくさん出してるところは最初かもわかんないよね、うん、あと海外の映画特に中国系の映画ものすごい出てきますよね。中国は、お金を出してかかってるところが多いので、うん、しかも多分中国人は絶対どんどんロゴ出さないうちのふざけんなこらみたいに言うと思うんで、わかりました。まあ、10個ぐらい出たりするよね。あと最近ヨーロッパもいろんなだからファンドとか、ね、多いね、あの、うん、各国の、まあ、公的資金とかが出るせいなのか、うんうん、ロゴ数はあのかってカンヌでその出始めた頃ね、いっぱいそのクレジットが出始めた頃、クレジットが延々と続くんで笑いが漏れたことがあってさ、公式上映で、あれは未だに僕は記憶してるけど、すごいね、すごい、やっぱり14個くらい出てもう場内が大爆笑になってて、で当時そこまでロゴが出るのがあんまなかったんで、なんかもう場内みんな大笑いしてて、あれはなんか未だに記憶にあります。まだやんのかよ。今からだから20年ぐらい前の話だと思うんだけど、もっと前かもわかんないけど。それ日本でもその尺でやったんですかね。やったんでしょうね。っていうかそんなあの日本でやる映画じゃなかったと思うけど。そうか、うん。なので今ロゴは大体、うん、まああの主幹事だったり、うん、配給会社だったりが一番最初で、うん、まああとはだからあの出資比率とかそういう感じになっていくとは思うんですけどね。うん、はい。じゃあ次。うん、見た映画の中で怖い映画、これはもうなんか4回ぐらい前にやったと思うんですけど、その時多分答えたのはリングって答えたんじゃないかと思うんだよね。 T さんはその時答えなかったかもしれないんですけど、この暗い水の底から、あ、言ったよそれ、あ、言ってました、うん、じゃあ変わってないです、ね、あ、それなんだって言っても俺何言ったか全く覚えてない。あんただいたいこの質問自体覚えてなかったじゃんだって、うん、でそう言われてみるとホラー全く怖いと思わないな。僕もあんまないのよ。だから世界観を楽しむっていう意味で言うと、僕一番最初に多分ね7歳ぐらいの時に見たのが、白髪女と蛇娘だったっけな、うん、湯浅紀明監督作品で、ガメラのカップリングかなんかだったと思うんだけど、これが、まあ、怖いまでいかないんだけど、おお世界観なかなか面白いな。7歳で7歳で当時カッパの三平に出た女の子が主演だったんだけどね、これは結構なんか当時モノクロなのよ、うん、当時しかも、うん、でなんかすごいこう雰囲気があって、うん、なんかいいなって思って見てたけどね。あとやっぱりね、うん、あんたが全く面白くなかったブレアウィッチプロジェクト、うん、これも見た時にあかなりこれは恐怖感のある映画だなと思った、うんうん、俺昼間見たからね。いや昼とか夜とか中入ったら関係ないじゃんそんなの。なんか自分の鈍感をさ、そんな暗いとか広 いやそれのせいにするのおかしくないですか。だってで、うん、思い返すと子供の頃にテレビでやってたモノクロだったと思うんですけど、うん、四谷階段は怖かったかな。どの四谷階段だろうね、全く覚えてないけど怖いな。多分四谷階段って映画化された数で言うと、うん、30本はくだらないんじゃないかな、うんうん、代表的なのはっていうのは全然っていうのは怖くないんだ。あんたの顔が面白かっただけよ。俺でも、うん、狩猟の腹跡は侍海のね、狩猟の腹跡、あれほらバーってこうショッキングなやつが結構あるじゃないですか、うん、でもそれは怖いんじゃない。驚いてるだけ だから驚くけど怖くはだホラーじゃなくてショッカーだよね、うんうん、だからそういう意味で怖い映画っていうと最近だと息子の面影とか怖いなと。息子の面影ね、怖いじゃないですか、ね、要するに現実の問題の方が怖いと、よっぽど怖い、あと人間が怖いとかね、そういうのあるよね、うん、確かにね、うん、なのでホラー映画はね1ミリも怖くない。俺もあんまり怖い、でもリングはやっぱ怖いなと思って、まあね、うん、よくできてます、ね、よくできてるし、うん、まあ、実際問題はほら毎日白箱とか見せたじゃん僕らは。そうだよね、うん、リアリティがあるよね。もうだから白箱に何入ってるか分かんない。白箱って分かります？あのテレビのことではない。違う、ね、違う、あの VHS に白いパッケージが白い箱何にもタイトルのない
でそういうのほら毎日見るじゃん僕ら職業柄、あ、たくさん使ってたから、うん、そうそう、だからその中の一本がなんか、ね、貞子の映像だったりする可能性もあるわけじゃない、絶対ないんだけど、うん、ないけど、まあ100分の 1% ぐらいはあるかもしれないわけじゃない。でそれはね結構現実感として何が映ってるか分かんない白箱を毎日見せたから怖いなと思った、うん、あとほらテレビから出てくる貞子ね、うん、あれはなかなか怖いなと思った、うんうん、そうか、その時俺キュアって言ったかもしれない、あ、言ったキュアって言ってた、うん、人間が怖いから、うんうん、あれも人間が怖いんですよね、うん、はい、じゃあ次、うん、氷の微笑の犯人は誰でしょうか、誰なのあれこれ今ちょっと、ね、っネタバレなんで、いやっていうか言えないでしょ、ネタバレなんですいません言えないですね、うんうん、はい、言えません、ごめんなさい。次、コカインベアが日本で公開されますがどう思われますか、何なのコカインベアって、ヒットすると思いますか、何なんだかコカインベアって、コカインをクマが食べちゃうんですよ、うんうん、そしたらすごい凶暴なクマに変身するらしいんですよ、うんうん、で人を次々襲うっていう、うん、そういうモンスターパニック、うん、俺一番面白かったのは、うん、ベルナ・ヘルツォークが撮った映画で、うん、ちょっと調べてほしいんだけど、ベルナ・ヘルツォークが撮った映画でね、クマ変人の人が出てくるのがあるんだよ、うん、クマは仲間だ友達だっつって生きてるやつが、うん、ある時クマに食われて死んじゃうんだけど、うんうん、それの方が面白いなって思ったけどねちょっと日本でヒットするかどうか全く分かりません、大体ね2000グリズリーマンでは、グリズリーマン、グリズリーマンだよって出てくる、なんかにこやかに出てくる YouTuber みたいなおっさんが、あのこの男はクマに食われて死んだみたいに出てくるんだけど、これがもう最高におかしかったね、多分質問者の方プーさんが流行ったからコカインベアも、コカインベアって何、アメリカで当たったもん、なんかでもちょっとこれもそういうネットでバズった予告編、あ、まあ、コカイン食べたかすっとクマさんが暴走みたいな、まあエクストリームが宣伝すればヒットするんじゃないですか、うん、もしかしたらね、だからどうですかね、金井俊太郎さんがやればヒットするかも、うん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 、古谷さんとも当たるかも、ああそうだね、うん、まあそしたら2人でやるでしょ、2人でやるかもね、ああ江戸木さんね、はい、じゃあ次、あの事務所の、うん、あのサイトから DVD とかを購入されると、うん、その特典で写真がもらえたりするらしいです、うんうんうん、なんかファンクラブで買ってもそれもらえるもんね、でそういう画面写真の選定は誰がやるんでしょうか、それはマネージャーとかじゃないの、あのあと広報とか、あの私の、あの大体の経験で言うと、うん、まず写真撮るカメラマンが、うん、まあ、カメラマンとして、まあね、まずこれ写真としていいもの、広報をまず、うん、写真家として撮れましたってのをファーストスクリーニングで選びます、うん、でそこから先はケースバイケースだと思うんですけど、うん、事務所のマネージャーさんが OK カットをこう全部こう OKNGOKNG ってこうして、うん、はいこれが OK カットで、まさかそこから説明するとは思わなかったな、 OK カットですってして、ね、びっくりしたね今ね、して、うん、してでその次に最後だけで十分じゃないんですか、こういうのって宣伝マンが、うん、宣伝マンがこれがいいかなとかって言って5点ぐらい絞ってどうでしょうって言ってもう一度事務所さんに確認していただいて、あ、事務所からじゃあこれでいきましょうか、そうなの、俺そこに映画の宣伝部はかかってないと思うけど、あ、まあプレゼン、あのそうですね、ファンクラブとかだったら、ファンクラブとか事務所の DVD だったら事務所さんです事務所さんが決めてらっしゃると思います、俺はそう思うけどね、はい、じゃあ次、皆さんが配信会社の、作品選定担当になったら配信してみたい作品は何かありますか、うん、配信してみたい、じゃあまず D さん、なんかネットフリックスやディズニープラスのようなっていう質問のやつですよね、うん、うん、え、なんつったの、ネットフリックスやディズニープラスのような配信会社を運営していたら、うん、なんかでも結構カラーが違うじゃないですか今配信で、うんうんうん、でもなんかディズニープラスさんはやっぱり今週公開で羽生結弦くんのあって、はいはいはい、あ、うん、羽生くんだと思ってみたらディズニープラスで配信で、うん、ね、やっぱりなんかこう熱いファンを持ってるコンテンツをいち早くピックアップするのがうまいなって、まあずっこいよね、ずっこい、これはあのけなし言葉でずっこい、うん、すごいなって本当にずるいと思う、うん、思うんですよね、そういう目があるっていうか、うんうんうん、だからまあそれは金と権力でしょ、そうですね、だからそういう質問されると難しいですね、
私はやっぱり竹内さんはよくおっしゃるあの監督のね、うん、あのライブラリーであのこう上映されてないものとかあるじゃないですか、はいはいはい、ミッシングリンク、うん、まあ、それを、まあ、本当は劇場でやってほしいけど、うん、ミッシングリンクをつないでほしいなと思いますね。だから監督全集みたいな。そうそうそう、うん、で自分でやったやつで言うとあの恐怖あの国道劇場構図っていうのが、うん、まだ配信で。あ、そうなんだ、うん、あ、それはね、見られないんで。あの、そんなの、いや、わかりません。権利は多分東映さんが管理されて、あ、東映さんか、東映ビデオさんも管理されてるはずなんで、うん、あれ配信でやってほしいなってすごく思います、ね、僕、今あの、うん、言われて思って考えたんだけど、しかも佐藤さんがそう言うからね、うん、思ったのは例えばあのシャーロック・ホームズがいろいろ映画化されてるんじゃない、うん、それ全部集めてきて、はいはい、シャーロック・ホームズ特集とか、はいはい、あと明智小五郎特集とか、うん、なんかそういうのは面白いかもね。なるほど。そうすると全く違った人が作ったり、うん、全く違う、例えばほら東映もの金さん特集だと、うん、今日は片岡千恵蔵で明日が中村梅之助とかさ、うんうん、そういうの見られたらね比べたりするの面白いかもしれないなとは今思いました。なるほど、うん。やっぱり、まあ、新作はねほとんどもう各社さんやろうとされてるみたいですから、まあ、しかもネットフリックスは散々アーティーなね、うん、作品も作ってね、あの、うん、アート系の映画なのにお金がたくさんかかってるから絶対にこう生まれない表現的なね、例えばあのローマとかさ、うん、あの普段だとこういう手法でアート映画は撮れないのに、うん、ハリウッドで撮るような手法でアート映画を撮ってるのでそこはすごいと思うよね、うん、横走るのトラッキングとかさ、うんうん、あれはなかなかやっぱりアート映画でお金かけてなかなか撮れないと思うんで、うん、すごいなと思ったよね、うん、はい、ということです、はい、じゃあ次ワールドベースボールクラシックのドキュメンタリー、うん、憧れを超えた侍たち世界一への記録が、うん、アスミックエースさんで配給されてますが、うん、これはなんでアスミックエースなの。まあ、多分その時も言ったけど共同配給の J スポーツ、 J スポーツがその多分親会社の J コム絡みの多分権利関係でアスミックエースになったんじゃないかと思うけど、そこには取材してきてほしいって書いてあるから今度誰かに会ったら聞いてみたいと思いますけど、僕の推測ではその時も言いましたけどそういうことなんじゃないかと、まあ、多分そうでしょうね、うん、J コムさんが J スポーツさんの番組をケーブルテレビで流されてる、うん、J コムが、J スポーツ資本関係はあるんですか、 J スポーツと J コム。ちょっとそこまで分かんないけど、でも関係性は強いと思うので多分 J スポーツさんが多分もともとお作りになってるようなコンテンツから流れてきてるんじゃないかなと、うん、で J コムを通じてアスミックエースが配給したんじゃないかというのが一応推測ではあります、うん、ただこれが本当かどうか分かんないの で、うん、でしかも取材しろってそこに多分書いてあったと思うんで、うん、誰かに会ったら聞いていきたい、わざわざこれ電話して聞けっていうことなのかな、分かりません、電話して聞くか、じゃあ誰かに、じゃあ来週なんとか来週、ちなみにプロデューサーのクレジットで岩波さんのクレジットがありました、うん、あ、岩波のクレジットだったんだ、うん、そっか、お、岩波さんだと、岩波くんはね、うん、躍進してますからね、はい、うん、でちなみに私劇場で拝見したんですけど、うん、まあ、見たんだ、うん、なんでそれ今日切り取らなかったの、うん、切り取るほどではないかなっていうねすいません、どうだったの感想としては。いや、それはほら、うん、もう、あー、でもほら、良かったね、今まで、うん、その映像的には見られなかったそのショットとかカットとかもあるって話、はいはい、それはそうなの、あの私が2か所ほどそれあって、うん、ダルビッシュが結構リードしてたじゃないですか、うんうんうん、ダルビッシュが佐々木朗希君に投げ方教えてるんですよ、うんうん、ここやってるんだよ、うん、お前のこうやって抜けてんじゃないの、うん、そうです、こうやるんだよって言って、ああそうかって言って投げたら、あ、やれましたとだんだんね、そこが投げるようになってるんですよ、ね、っていうか、あのいつもダルビッシュみんなに教えてるから、ね、そう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 、うん、でそれを栗山さんが、うん、ダルちょっと教えてあげてくれるなとかって、分かりました、分かってますとみたいな、うん、っていうのと、あと大谷選手がキャッチャーの星野中村さんと、うん、だから当然中村星は受けたことがないわけですよ、うんうんうん、でそのこう試合の中で明らかにスライダー狙ってましたよね、うん、だからフォーシームでいきましょう、フォーシームで多分いけますよとかっていうのを大谷君が言ってて、うん、そうだよね、じゃあそれでいこうみたいな、ああやっぱこうやってリアルにやり取りしてるんだなっていうのがすごい、うんうんうん、私は個人的にその2箇所面白かったです。なるほど、まあ、他の胸厚になるシーンはまあ想像はしてたので、まあ、まあ想像通りですけど、でもそれはちょっとただ、
これ某シネコンの編成担当と話したんですけど、うん、思いのほか大谷選手とかダルビッシュさんが少ないと思いませんでした、映像的に。あ、そうなんだ、うん、まあそうかもねと思ったんですけど、やっぱりこうあのワールドベースボールクラシック運営側は、うん、まあ、メジャーリーグじゃないですか、うんうんうん、だからやっぱりこう物量とかに制限があったじゃないかなっていうルイスがちょっと、それはあったと思う。で、興行も限定じゃないですか、うん、これ、うん、これも制限があったんじゃないかな。どういう意味、どういう意味それは。だからこの何週限定しかやっちゃダメよ。でもやってんじゃん実際。だからそれが交渉したんじゃないかな。いやそれはないと思う。だったらそんなすぐに広げられないと思う。だよね、うん、だから最初から限定なのは、まあ、その配信日があるから限定しただけで、じゃあそれを裏取りぜひ。いやそれは別にちょっと分かんないでしょ、うん、権利関係のことは多分聞けないから、うんうん、一応ダメ元で。いやいやダメだと思う。ダメ元のダメ。いやダメダメだと思う、そんなの聞きたくもないし、ということです。じゃあそれは一応聞ける範囲で。いやちょっとどうかな、答えてくれるかどうか分かんないけど。いやいやだからなぜアシミックになったのかは聞いて、いやまあまあ聞いてみますよ。じゃあお願いします。誰に聞こうかな。岩波くんじゃないのやっぱり。岩波に直接聞くのめんどくさいな。じゃあそのあいつのメールだって知らないと思うしな。じゃあ次、うん、皆さんの好きなお酒と銘柄を教えてください。まあ、基本的に僕ジャパニーズウイスキーが好きだね、うん、あの普段ハイボール飲むことが多いんで。アインされてるのは、まあアインしてたのは白州、あ、シラス、うん、シラスどっちだった。白州、白州、白州だね。もうないと、売ってますよ、ね、売ってないんで。原酒がなくなったの、うん、なくなって、あと何年かしないと復活しない。今お店でしか飲めないから、ね、白州はね、うん、飲めなくなって。白州、あとチタも飲んでたかな、うん、だけどそのいろんなものを試したら、そのシーバスリーガル水なら、これも日本でしか売ってないんだけど、シーバスリーガルが好きなんじゃなくて、シーバスリーガル水ならが好きなの。なんかあの竹内さんシーバスリーガルお好きですよねって書いてあるけど、嫌いじゃないけど、シーバスリーガルが好きなわけじゃなくて、シーバスリーガル水ならが好きなの。水ならはどう違うんですか。なぜかっていうとハイボールにとってもよく合う。炭酸水を入れた時に膨らみがなんていうのかな、マイルドで、その普通のスコッチのに硬くないんだよね。これ水ならっていう木の樽で熟成されてる。水ならの木の樽で熟成してるので、うん、あのちょっとシーバスリーガルよりも丸いのよ。うん、なるほど。あと当然僕の好きなお酒は食べ物によって変わるんで、うん、食べるもの、例えば中国料理だと基本的に紹興酒だし、お寿司といわゆる和食の割烹系の、日本食だ、和食だと、日本酒、まあ、主にぬるかんが多いですよね。ほぼほぼぬるかん。あと和食の油っ気があるやつ、例えば焼き鳥とか焼き豚、こういうものは基本的には焼酎だよね、うん、それからあとなんだっけ、フレンチ、イタリアは基本的にワイン、それからあとチョコレートとか、いわゆる食後酒的なもので好きなのはブランデー、カルバドス、マール、グラッパあたりが好きかな、うんうん、でも普段アインされてるのは、一番アインしてるのは今はシーバスリーガルの水なら、食中酒で飲んでるの一番多いのはウイスキーのソーダ割りか焼酎のソーダ割りがメインですね、うん、なので基本的にはシーバスリーガルの水皿のソーダ割りか焼酎の、焼酎はねその時その時だけど、基本的に一番好きなのは黒糖焼酎ですね。銘柄は、銘柄は何でもいいから、カナでもいいし、うん、アサヒでもいいし、うん、何でもいいんだけどね、うん、あと芋焼酎のソーダ割りも好きで、うん、赤霧島結構好きかな。なるほど、うん、なるほど、はい、Tさんは。あんまりお酒そんな実は飲まないんですけど、飲むとしたら梅酒とか。でも梅酒でもいろいろあるでしょ。だってすごく甘いのから糖分少ないやつまでいろいろあるでしょ。なんかだからあんまり太っちゃうから飲みたくないなって思って。糖分が多いからね。そうなんです、ね、糖分少ないやつだったらどうなの。だったらそうですね、うん、でも家であんまり飲まないんですよね。でも姉がウイスキーとか飲むから。姉ウイスキー何飲むの。何飲んでたっけな。でも最近飲まないですね、やっぱり仕事にならなくなっちゃうというか。俺あのなんだっけ、みんなからチョコレートもらうじゃない、その、うん、あれの時にバレンタインとかに、その時だけブランデー系ものすごく飲むよ、うん、あだって青、ね、もらっちゃうからね、うん、もらっちゃったら食べなきゃなんないから最近だからカルバドス飲んでるね結構、うんうん、でもなんかジャック・ダニエルは
実家でいつも父がお父さんが飲んでたの。そうです、いつも常備というか。それはどうやって飲むの。ソーダ割りとかですか、ね、ソーダ割り、うん、ソーダ、うん、だからなんかジャックダニエルとコーラとかはたまに飲んでましたけど。あーコーララムとかのが合うよね。ラムコークのがうまいとか。あラムコーク、うん、そうスキーコークよりもラムコークのがうまいよね。コーラで割っていろいろ。でもちょっとやっぱコーク甘いよね。甘いです、うん、そうなんですよ。だからたまにね飲むと美味しいですけど、うん、はい。まあ私は普段はハイボールが今は多いですけど、うん、ハイボール何飲んでんのうちでは。ウイスキーは。うちではもうめんどくさいから角ハイボールの缶。あ、角ハイボールの缶なの。うん、楽だもん。それはダメでしょ。楽だもん。いや楽だけど美味しくないじゃない。あとはまああのあれです。角に、うん、あのキャップつけて、うん、あの適量注いでくれるキャップがあるんですよ。あるね、あのバーとかにつけてる。そうそうそう。あ、ありますね。あれがあのワンショットでサービスでついてたボトルがあって、それもワンショット分だけ出るやつね。そうそうそう。うん、あれに、うん、あの炭酸。なるほど。炭酸は日本コカ・コーラ社 の、うん、あのラベルのついてない炭酸。あれが一番辛い。僕はウィルキンスンだね。ウィルキンスンはそんなに炭酸は強くないんで、うん、私はね。いや、分かってるよ。うん、まあ、好みの問題だ、ね、そう。あれって飲み切っちゃうってことですか、炭酸いつも。炭酸は余らせるんですよね、買っても、うん、余らせちゃうこともあるよ。で、ね、うん、で僕は基本的にその1本を飲んでやめる。気抜けるとまずいもんね。350か、うん、それ1本飲んでやめる。だけどじゃあ何が好きかって言われてやっぱ結構赤ワインが好きなので、これは前話したっけ、テトリスっていうね。テトリスね。あの、うん、お客さんにちょっとあのお詫びの会で何でもいいですよって言ったらペトリスを頼まれちゃって。あ、なんかおっしゃってましたね、はい、これ検索するとすごい今お値段すると思いますが、当時、うん、あの恵比寿のモナリザで10万円でしたが、今はそんな値段じゃとてもじゃない、うん、モナリザで飲んだんだ。そう、うん、でそのペトリスがあまりにもうまくて、うん、でブドウがメルローだったので、うん、メルローの赤ワインを結構よく飲むようになりました、うん。あと僕好きなのだと日常的に飲むスパークリングワインはベラビスタが好きかな、これフランチャコルタなんだけど。スペイン、あのスプマンテです。あ、スプマンテ、イタリア。イタリア、フランチャコルタだから、これはよく好きで、うちでだから飲む、あのそんなに高くないでもやや高い。それでも何リットルのやつを飲む。それはだからいろいろだけど、まあ普通の720ミリリットル。それ1本1人でお分けになるんです。まあ別に普通になりますよ、ね、それだと酔っ払いすぎて無理だな、うん、いや僕ね 1.5 本飲むとちょっと無理、結構酔っ払う、うん、でもね最大限明日のこと考えなくて飲めって言われたら2本までかな。俺ねあの学生時代はビールコップ1杯で酔っ払って、そんなに弱かったもん。ゲロ吐いたこともあるぐらい。嘘、めちゃくちゃ弱い。え、普通にグラス1杯、ちょっと今から考えると、考えられない。今大体2人であの終わった後飲み行くじゃん。そうするとハイボールを1杯か2杯飲んで、あと赤ワインを2人で1本飲むのが普通ぐらい、うん、それ慣れですか、やっぱ免疫があるんですか。あの就職して、うん、あのこの時期もっと8月ぐらいに、うん、ものすごい暑い時に、うん、先輩が5時ぐらいに、うん、もう上がろうっつって、うん、ちょっと飲みに行くぞって、うん、その時に生ビール、うん、あの先輩が頼んだ、うん、じゃあ私も同じっつって、その時飲んだ生ビールがやっぱりめちゃくちゃうまくて、うまいよね。あの炎天下歩いて営業してきた後ね、でそれで、あ、ビールってうまいんだなと思って、そこぐらいからですね。僕よくやってたのは、ほら僕3年間日本石油の子会社にてガソリンスタンドで勤めてたの、うん、で3時ぐらいからもう何にも飲まなくなって、うん、夜あの家まで帰る時にあのなんだっけ、車閉めてエアコンつけずに家まで帰って、高校の時代ですね、うちに帰ってその缶ビールのこのでかいやつを2本冷凍庫に突っ込んでシャワー浴びてきて10分ぐらいで出てきて、でこの冷たくなったやつをカーッて一気飲みしてた、体に超あり、それが結構好きだったね。これはもう答えられないぐらいうまかったね。そういうのがあるとちょっとずつ好きになって。ただ僕は基本的にあの食べるものによってお酒を変えるので、うちだとねもうほぼ何でもハイボールだけど、
外だと食べ物に合わせてですね。意外に雑談で食い物の話は長くなりますよね。だって好きだからね、お互いに。ていうかあんたが長くしてるんじゃんっていうのもあるけど、あ、俺かみたいなのもあるけど、どっちもです。なんか興味が出ちゃいますね。しかも僕やっぱ子供の頃から映画見たり本読んだりするのが好きだったんで、そこに出てくる飲み物、食べ物はなんか全部試してみたいなっていうのがあって、それがまあゆくゆくそういうことになってんだろうなっていう気はするよね。じゃあ次、はい、今度、うん、キングダムが公開されますが、うん、キングダム日本版とキングダムラスフォントリア版が公開日同日なのはなぜでしょう。それは偶然じゃないのかな。もともとラスフォントリアがキングダムっていうテレビシリーズを作ったのが、うん、もう今から十何年前だと思うんで、全然今のキングダムが生まれる前から、漫画もだから当時まだだったと思うんで、まだだったと思います。全然関係ないと思うんだよね。お話も全く違う話で、ただ今回もしかしたらその日本版のキングダムの公開日早くから出たからぶつけちゃえってあれ配給者どこなの、その進化かな、進化、じゃあ進化の社長かなんかが、うん、ちょっと今回はあのこっちが本家だからえ何言ってんだよ、キングダムがもともとラスフォントリアだからっつってちょっと面白い、じゃあもう初日ぶつけてやれ、うん、って言ってぶつけた可能性はある、可能性はあるね、うんうん、ちょっと聞いてきてよ、じゃあ進化の社長、分かりました、うん、ここで佐藤さんの進化を見せようじゃん。ちなみにちなみに私あのキングダムの最初の、うんうん、ラスフォントリアの最初のシリーズは、うん、あのロッテルダムの映画祭で見たんですよ。あ、そうなんだ、うんうん、ですごい面白いなと思ったんだけどちょっと長くて、うん、で当時ほらビデオの買い付けと思ってたんで、うんうん、これビデオ2本になったら売れないんじゃないかなと思って、2本じゃ効かないでしょ、うん、いやでも2本で出したら、ね、いや効かないと思うよ、4時間だったと思う、いやそんなもんじゃないよ、テレビシリーズだよ最初、うん、ちょっと今回の 5時間、今回のはね、だけど最初のいやもっと長いよ全然テレビシリーズ、じゃあそのうちの何本かだったんじゃないかな、うん、これ面白そう、かなり当時呼ばれて面白い、うん、そうですね、すごい変な映画ですよ、なんか病院の中で巻き起こる、うん、架空の病院の舞台、うん、なんかあれだと思うよ、だからもしかしたら見たい、あのなんだっけ、あのほら秋元さんこれ見て作ったんじゃないの、 あれきっと赤いナスコールですか、ね、うん、見たい、じゃあ多分5時間もありますよ、最初のやつ279分なんですよ、うん、そうすると何本 120×2 でいけるんじゃないかな、うんうん、最初確かね、しかもパルコシネクリとかなんかでパルコであの上映したよね、マクダムさんなんです、だから上映したよね、うんうん、だからビデオストレートでもなかったんで、うん、でまあまあ儲かったらしいんで、うん、そうだろうね、やれゃよかったっ当時ラーソントリアもうね、うん、話題になってたし、うん、やっぱりちょっとまだまだ経験値が足りなかったんで、まあ、あの考えつく人と考えつかない人はいつでもいるから、うん、それはしょうがないですよ、そうですね、うん、はい、ということで、マクダムだったんだあれ、うん、そうです、それで、今回はひょっとしたら、うん、ラスフォントリア版をぶつけてる可能性が、うん、それはほら佐藤さんが調べてくるから続報を待てだよね、はい、うん、じゃあ次、うん、今もやってらっしゃいます T さん、検索のコツは。これもいつも遅いから遅いですよってそのうちコメント来るかなってビビりながらやってるんですけど、でも私知識が全然ないんで本当に竹内さんが発した単語をのこうグーグルでグーグルのところに並べていくだけなんだ、バッてやってそうすると何番目かに出たり、うん、それっぽいのを言ってこうバーって、あー、なるほど、そうです、別に例えばウィキペディアとか何かに決めて特定して検索してんじゃなく、ね、単にグーグルの検索欄に僕が言ってるの並べてってるだけという感じなんだね。でもなんかドラマの出演者とかはやっぱウィキペディアが一番、ウィキペディアいいよね、うん、なんか要するにさ一面で見れないじゃん結構、そうですね、あの僕が嫌なのは検索してた時に2ページ目とか3ページ目になるのがあるじゃない、うん、あれはちょっとやっぱり大変だよ ね、 そうですね、だからウィキペディアがいいのは1ページでこう俯瞰して見られるから、うんうん、自分でもすぐに見つけられるから、うん、それはいいと思う。しかも結構サブキャラとかだと公式に載ってなかったりする出演者の方多いので、うん、そうだよね、そうなんですよ、探してもなかったりするので、うん、ちょっとしか発表してないものが多いので、そうなんですよ、結構大変だよね、うん、あれは、うん、あと今日いただいてる質問で、うんうん、実際のところ皆さんどれくらい仲がいいんですかそれぞれがそれぞれを紹介してください。なんだそれ、そんなのありますか、
え、そう、どうなんですか、じゃあ佐藤さん。それはね、あ、手つながないぐらい仲がいいかな。意味がよく仲はいいけど手はつながない。いや、意味が分かんない週に1回食事をするぐらい仲がいい。うん、まあね、誰かがねコメントされてましたけど、だ結局今日も今もうすぐ5時なんで11、12、1、2、3、4、5、だ7時間半ぐらい一緒に収録した上にまた一緒にご飯も食べに行くってぐらいだから、まあほら終わった瞬間にもうすぐに会いたくないって人もいたりするから、そういうことではないってことだよね。あと T さんは多分しょうがないから僕に付き合ってるだけだと思いますけど。いやいやいや、そんなことないですよ。じゃあ T さんは、別に仲がいいわけじゃないもんね、これはもともと職務だからね。そうです、でも、うん、なんだろう、仲がいい、でも決してその険悪な状態のことは一回もないよね。しかもなんかお二人はずっと昔何十年来の仲ですよね。ね、25年ぐらいか、うん、じゃないですか、まあ、多分90年代初頭だから初めて会ったのが、うん、で仕事もそうですよね、してるし、まあその代表的なのはブレアウィッチプロジェクトだし、うん、まあ、この人は全然覚えてないけど、もともとアスミックの作品が多いからクロックワークスでやって一緒にやってビデオ発売するときに共同発売とかでどうかって僕が持ちかけてブレアをやることになるんだけど、その間だから半年間ぐらいずっと一緒にやってたしね、だから1年だね。でもそのブレアが終わった後直接的に一緒に仕事することは、ブレアが終わった後に仕事したことあったっけ。あ、ないでも、あの部分部分クロックワークスが配給したそのなんだっけ、ナホン人のね、なんだっけあれ、チェイサーか、チェイサーね、チェイサーとか、あとなんか何本かだからやったんで、直接的にはあれしてないけどはあるよね。でもやっぱりあの、もともと僕がそのアスミックの作品がいっぱい多すぎて、クロックワークスで一緒にやんないかって持ちかけて、で実際ブレアを公開して終わるまで1年半ぐらいはかなり密接に会ってたんだよね。うん、なので、うーん、まあかなりその時は濃かったかな。あとあの業界のパーティーとかあるじゃないですか、最近ねちょっとコロナで中止しちゃった合宿交換会とかっていうのが正月にあるんですけど、うん、竹内さんと話してると気が楽なんで、竹内さんを見つけると、あ、おめでとうございますって言って10分ぐらい喋ったりしてました。大体僕はあの一箇所にいるとなんかいろんな人が回ってきてずっと喋り続けて終わりっていうのが多かったよね、合宿交換会の場合は。うん、まあでも業界のなんかそういうのは結構多くていろんな時に会うよね、それ。あとほら映画祭とか行くと会うしね、マーケットとか行ったりすると会うし、うん、じゃあ次ちょっと待って、すいません、今の質問者がもっとあったんだ、うん、なんか業界の闇を喋ってくださいっていうのがあったんですけど、業界の闇はオフ会で喋りますんで、うん、でもその人来れなかったら、うん、いや残念ですね。あ、そうね、しかも相当すごいこと言うんだよね、佐久間さんね。3つのうち1つでもいいんで答えてくださいって言われたんで、あの、いや闇の話はオフ会で話しましょうね、はい、日本の監督の伝説を教えてください。監督の伝説、うん、それもすぐは思いつかないね。伝説、監督の伝説、森田さんのなんか伝説ってあるんですか、うん、いや森田さん、いい話でほら、いい森田さんはいつもこうやって映画を撮ってた、それ伝説なの、うん、なかなか難しい、まあそううん、伝説ってなかなかないよね、うん、そんなに、うん、ちょっと考えないと出てこないかな、はい、じゃあそれちょっとまあなんか思いついたら別の回で、うん、そうだね、はい、うん、で闇はオフ会で話しましょう、うん、じゃあ次、パーフェクトデイズ日本配給未定っていうのがモヤモヤされてた方いらっしゃって、うん、はいはい、決まったみたいですね、うん、やっぱり決まったんだよ、うん、私はあの B 社さんって聞いてますが、 B 社もう俺忘れちゃったんだよね、さっき言った前も言ったじゃん、忘れたのよ、なんだ、なんか俺にとってあんまりどうでもいい話だったんで、うん、忘れたんだ。しかもあれもともとあれだよね、電通がやってたんだよね、だからこの間ごまかしてたけど広告会社って、うんうんうん、電通が、その出資元の多分相談を受けてそれでこう、うん、何堂元みたいな感じでやってたんだと思うんだよね、うんうん、だけど決まったんだよね、決まった、あれしかもボールレースでしょ、そうみたいですね、うん、で私が聞いたのは監督の意向があるんじゃないかっていう説、
ベンダース監督のご指名っていう説。そうなんだ、うん、あ、じゃあ前も付き合ってるからってことか、まあ、あとその、うん、インディペンデントの作品を成功されてる配給会社さんだから、はいはい、メジャー系じゃないやり方を、そうです、そうです、だから作品を大切に扱ってもらえるんじゃないかみたいなご意向があるんじゃないかっていう噂です、うんうんうん、でこれ正式に会社さん決まったらもうちょっと追加できる、てか表に彼らが発表したら言えるってことだよね。今てかもうでも出てくると思うけどね、はい、もうみんな知ってるし、はい、うん、噂なんで。次、日本の邦画でね、うん、タバコのシーン あるじゃないですか。あ、タバコあんま興味ないからね。で、加熱タバコがなぜ出てこないんでしょうか。加熱式のタバコ、最近加熱式のタバコの比率がどんどん上がってきて、多分さ日常生活の中で加熱式タバコをいきなり吸う人が少ないからじゃないかと思う。なるほどね。やっぱこれ喫煙室とかに行って吸うじゃない、うん、加熱式タバコでも、うん、そんなに普段からいつも加えてるとかっていう人はあんまいないと思うんだよね。だから多分映画の中に取り込む小道具として、うん、あんまりこう有用性を表現者たちが感じてないんじゃないかと思うんだよね。昔のタバコって本当になんかこう問い詰められて困ると吸ったりとか、はいはい、小道具としてかなりこう有用性が高かったんで、はい、しかも日常生活の中に頻繁に出てきたし、タバコがない生活の方がむしろ異常だから出さざるを得ないっていうのもあったと思うし、逆に言うと加熱式タバコのシーンが出てくる映画だと、うん、あ、こう結構今のリアルだなって感じるかもしれない、ね、例えばルノワールの喫煙室で繰り広げられるドラマだったら、うん、加熱式タバコは絶対出ないわけないわけじゃん、うん、なんかそういう特異な状況を描かない限り、うんうん、なかなか加熱式タバコが日常性の中で、うん、映画の中に出てくる必要性とか表現する理由をあんまり表現者は感じないってことだと思うんだよね。そうですね。逆にだから私はそれを切り取って出てくると、お、加熱式タバコかってちょっと思うかもしれない。いや、だから逆に言うとさ、このコロナ禍のマスクでさえ、うんうん、そんなに使った監督はいないと思うんだよ ね、 ね、うん、だからそういう意味でいくと加熱式タバコはコロナ禍におけるマスク以上に日常性の中で表現できにくかったってことが言えるんじゃないかなと思うんですけどね。これタバコを吸わない俳優さんは、うん、それ専用のなんかネオシーダーみたいな、うん、喉の薬みたいなやつをタバコ化したやつを使ったりもしてたみたいね。なるほど、うん、ちなみに竹内さんはタバコは吸われますか。小学4年から5年の時に一時吸ってましたけど、それ以降は一切吸ってないですね。やばいでしょそれ。なんでまた興味本位で。っていうかほら、あの頃もう全て小説とか映画に出てくることは全てやりたかったんで、うん、怒られませんでした。怒られたよそれは。そうそうだよね、うん、何やってんだ信じ。あと味覚が減退するからやめました。うん、喉が痛いとかなかったですか。全然だ、多分ね、そんなにちゃんと吸ってなかったと思うんだよ。じゃあもうそれ以降は一切もう一切吸ってないです、T さんは吸ってないです。試しに吸ったこともないの。試しにしたことあります、うん、でもかっこいいなってやっぱ映画とか見ると思いますよね、うんうんうん、思います、まあ、映画がさ、たくさんの喫煙者を生んだことは間違いない。いや間違いないですよ、うんうんうん、私は大学生になって、だから19歳かから28、9、うんぐらいまで吸ってました。そんな長く吸ったんだ、10年間ぐらい、うん、あ、でもなんか私最近までなのかと勘違いしてました。もう辞めて30年以上になりますね。なんで辞めたの。これね、きっかけがあるんです。何。自分はきっかけを聞いてる、うん、ダイビングやるんで、はい、ダイビングやるんで、うん、ダイビングする前に潜るとエアの持ち、ダイビングする前に潜ると、あ、ダイビングする前に潜る、潜ることがダイビングする前に吸うと吸うとエアの持ちが3分ぐらい短くなっちゃうんですよ、ね、うん、でも少しでも長く潜りたいからやっぱ吸うのはやめた方がいいなと思って、まあダイビングのせいか。そう、フィリピンにエルニドって島があるんですけど、はい、そこに行く時に、うん、家出た瞬間からやめようと思って、その家出た瞬間から成田空港に行くまで車で行ったんですけど、うん、やめたんですけど、そしたら高速乗った瞬間大渋滞で、大丈夫かな、これ間に合うかな、これを最後にしようって、イライラしちゃったけど吸わなかったんです。吸わなかったんです。それでエルニドに着いたら、うん、もうめちゃくちゃ空気がいいから、うん、ダイビングも帰ってきたし、うん、それでもうやめた、やめられました。なるほどね、うん、それがきっかけです、はい、なんで30年以上吸ってます。はい、
もう今はもう煙がもう苦手で、うん、匂いだけで嫌です、うん、質問は以上、私が確認したのは以上ですけど、はい、T さん、なんか抜けてるのありますか？いいですか、はい、はい、このチャンネル名をシネマサロンにした理由で、抜けてた、抜けてるよ完全に。あ、他に案はあったのでしょうか？今付け直すとしたらどんなネームにするのかな？他に案はありましたが、うん、もうなんでこれにしたかもうよく覚えてます、ね、なんか僕はあんまシネマサロン好きじゃないんだけどね、うん、まあでも別にこれは僕はゲストなんで僕は言うことじゃないんですけど、一応竹内さんにもその案は出しましたけど一切ノーレスでした。ね、出してないよ、いきなり決まってたもんだって。ああ、こんなタイトルにしたんだって絶対忘れてると思う。だから僕いつもそれで揶揄するわけよ映画業界の裏側がどうのとか言ってっから、おめえ本当話せんのかこらみたいなね、うん、ただね、シネマサロン、まああまりそんな深い意味がなくてもいいかなと思って、こう、まあ呼びやすいですね。そうそう、な、まあ和めればいいかなぐらい。ただ広島にサロンシネマさんってあるので、うん、あるね、ちょっとね、うん、それはあれサロンシネマさんと被っちゃうなぁ、被るよ、ね、とはちょっと思いました、うん、すみません、ここは大迷惑だよね。サロンシネマ、この場を借りてちょっと似たような名前にして申し訳ありません。続きも読んでもいい、あ、どうぞ、はい、でシネマサロンで検索すると、うん、結構ね、なんとかシネマサロンってあるよ、ね、やられてる方多いので YouTube でもあるもんね、他に、うん、ちょっと、うん、それはちょっとどうかな、もうちょっとだから唯一無二的な、検索したらもうここしか出てこないぐらいの名前にしてほしかったなと思うよね、うんうん、最初につけるのって難しいですよね。そうそう、まだ、うん、どうなるかもわからない、その像がね、全く描けないからね、うん、竹チャンネルとかすればですね。いや、それは最低でしょ誰も見たくないし、うん、今だったらでもなんかもうちょっとかっこいい名前にしてほしかったよね。あともうちょっとユニークな名前にしてほしかったよね。はい、で続きをどうぞ。はい、シネマサロンとってもいいと思いますよ。始めた理由は私の記憶が確かなら一人でも多くの人に映画館に足を運んでもらいたいというお話でしたね。でもそれは後付けだよねまあそのチャンネルをやるにあたってはそういう思いはありますけどね。あの、はい、僕が覚悟したのはそこだけど、はい、佐藤さんが始めようとしたのは他に車のチャンネルやってた人からあのやったらどうって、あの写真のチャンネル、あ、ごめん、写真のチャンネルやってた人からさす、はい、やったらいいのにって言われてすごく愛に始めたっていうだけですよで一人じゃできないからちょっと僕を引きずり込もうってんで誘われたってこと、はい、で一つ僕が疑問だったのはもし僕が断ったら誰に頼んだんだろうっていうことですよね。誰に頼んだの？いや、頼む人いなかったんで初めてなかったじゃあ断ればよかったな。この方も映画館が苦手な私が映画館で見たいと少し勇気を持てるようになっているのに自分で戻るくらいで感謝しています。だからそういうコメントいただいちゃうとすごく責任を感じて、まあもちろんそういうふうにしてしたいなと思って始めたんだけど、実際にそういうふうにいろいろ言われるとですね、すごい責任を感じて、あのつい最近もね、うん、あのノートに大阪の OL の方がね、うん、シネマサロンさんへみたいな、うん、なんか毎日、うん、勇気をもらってますなんかそう言われちゃうとなんかすごい恐縮してしまいますよね。なんかプアンのね、うん、あの会であの T さんと僕にやりとりで ね、 なるほどと思われたみたいで、うん、大変ありがたい、いつもコメントいただいて、力が湧いてくるとともに読むだけで感動して、責任を感じて旅行もできないしなんか変なこと言えないなって思いますね。いや、よりだから一層身を引き締めて、変なことは言ってもいいと思いますよ。なんかでもこう失言はできないなと思うね、うん、なんかなるべくこういい言葉をね、うん、話したいなって思いました。僕はほら自分で考えて全部口が喋っちゃうからさ、責任取れないなと思って、本当にもうちょっと考えて喋んないとダメだな。あの その際はカットしますから言っていただければでもほら後を振り返らないから僕は、うん、そうですか、過去は振り返らない男だ。何かっこいいこと言ってるんですかいや過去じゃない、過去だってだから他には英語のスタッフロールを見ていて、あ、ベストマンとグリップね、うん、前言ってたよね、ベストマンなんだっけ、ベストボーイ、ベストボーイはベストボーイ何でしたっけ、照明の第一助手、うん、あ、そうだ。で、グリップはあれだよね、カメラのサポートスタッフ、うんうん、ということです、うん、これ前なんか、ね、これだから日本で言うとだから、撮影
女子とか、ね、女子とか、うん、多分そういうことになって普通になっちゃうと思うんだよね、うん、日本で言うと。で向こうはなんか いろいろその言い伝えの元の、出典があると思うんだけど、うん、なんていうかちょっと分かんないよね、うん、他には収録したかったけど泣く泣く見送った作品は、うん、でも実は聞いてることは違うんですよ。で結局何を聞きたいんだよ。おそらくこの間そのレッドロケットとか何個か作品の名前を言ったんで、それをなんで流しちゃったのって言いたかったわけじゃないんです僕はっていうことだと思うんですけど、うん、まあ要するにごめんなさいこれ間違ってたら、あの収録したかったけど泣く泣く見送った作品があるじゃないですか、まあ、毎週、うんうんうん、でなんかそれを追加収録の作品は、そういう追加収録の作品は今期のテレビドラマが終わった後の方がやりやすいんじゃないですかね。あの竹内さんが鑑賞する時間ができるからね、うんうん、でもなんか今回その間の期間なくあんまなくないとか私は思う。でも結構ね見てはいるんだよ、うん、そうですよね、うん、だから5本を課題作を4本にしたことで、うん、逆に見る時間はだから、ね、佐藤さんが勝手にシーセットみたいな映画だって却下したアシスタントも見てますし、うん、アシスタントシーセットみたいな映画じゃなかった、全然違う、だから全然違ってその時も言ったのに、ね、いやシーセットみたいなんで全然違うよ。あとだからあのシャンタラ・アケルマンで見切ってなかったオルメイヤの迷宮も見たし、あとあの元テカの今松竹にいる人間と話したかったんでブラックデーモン絶対絶命も見てますし、あとまああのロバート・オルトマンの雨に濡れたほどイメージ図とか、あと狭間に生きる春とかも見てますし、あ岸辺露伴ルーブルへ行くも見てるし、あとなんだろうなアルマゲドンタイムあの日のある日の肖像も見てるし、あと放課後アングラライフも見てるし、放課後アングラライフは結構いい作品、上半期のフェイバリットに入れちゃうと思うな、うん、うん、あとは何だろう俺今気になってるのは、うん、リバー流れないでるかな。ああリバーね、うん、ちょっと見た。あとウィシェフも見たな。アシスタントどうでした？いや面白かったよ、すごく良かった。いや面白かったよ、うん、非常にインデペンデントな映画なんだけど、よく工夫されて作られていて、途中が結構ショッキングでね、うん、途中があのなんだっけ、自分が結構これはまずいって思うね、アシスタントがこれはさすがにまずいだろうっていうのを、まあ、会社のそのいわゆるなんていうの、あの上層総務みたいなとこに提案しに行くんだけど、うん、君は会社を辞めたいのかいなんて言われちゃってさ、そこは結構ショッキングだよね、うん、なかなか面白かったですよ。なんかでも3人でこうこれ見たいこれ見たからこれ見ましょうみたいに追加していくのって結構大変じゃないですか。だからなんか今こう4本決めて、うん、なんか今回はこのプーさん私とサコさんが見ててスパイダーマンを1人で見てくださってっていう、なんか見たいのを追加で見れた人は見たら語ろうぐらいの方がやりやすいかなって私は勝手に思ってますね、うん、まあ、そうだと思います、ですよね、まあうん、そうね、だから結局追加を決めちゃうと課題作と同じになっちゃうから、うね、たまたま見たのが重なって喋るのはありかなと思うよね、うんうん、あとサコさん負けず嫌いなんで、あの僕が例えばちょっと報告なんですけどこれ見ました面白かったですって書くとじゃあ俺も見てやろうみたいになるからね、サコさんすごい頑張ってください、ね、いやただの負けず嫌いだからこの人は負けず嫌いの人に言われたくないな。え俺が負けず嫌いなの？負けず嫌いでしょ。俺だって絶対に俺スパイダーバースとか見ないじゃん。いやそれそういう問題じゃん。そういう問題じゃないの、どういう問題なんだろう。ターターは絶対譲らないでしょ。ターター、あそれはまた別の話じゃない。そう、あれはもうはっきり言って配給会社にそういうタイトルをつけたくない、つけてほしくないからやってることだから、うん、だからそれ言うとまた別の話になっちゃうのにっていつも言ってんだよ佐古ちゃん本当に。まだほら別の話になっちゃったじゃんこれでね。それで終わり、終わりです。ああ僕はだから本当はあとね話したかった、今日安直がなくなっちゃったんであれですけど、なんとあの私のあのアスミックエス時代の同僚がね昔会社を作ってブリッジヘッドっていう、あこのニュースはえブリッジヘッドどうなったの。買われたんだよ。どこに。カルチャーに、カルチャーエンターテインメントが、ブリッジヘッドっていう、まあ小川プロデューサーが、C&I どうなんだじゃん。え C&I さんだから C&I と、ブリッジヘッドとこの2本立てで
今後制作していくってことになったんだよね。まあ、ゆくゆくはどうなのか知らないけど。それでもレンタル事業縮小の余波ってのもあるんですかね。まあそれはちょっと分かんないけどね。なんで、まあ、もちろん僕は別に小川くんから直でね、うん、あのまだ話は聞いてないから、うん、あの実際のところどうなのか知らないけど、小川くんが今日 Facebook で発表してたんで、ああそうか、ブリッジヘッドカルチャーエンターテインメント参加に入ったんだなと思って、それはちょっとなんかね最近の中で、あともう一個あったんだけどなんだっけな、あ見てないもんね、うん、僕が送ってないから。あの C&I の久保田社長と当然一緒に仕事されてる、もちろんもちろん、じゃあどっちも仕事されてる方が同じグループになるってことですね、うん、そうだね、っていうかあの二人は組んで、うん、8本ぐらいやってんじゃない、俺月曜日お会いする予定なんですよ。どっちと？あの久保田さんと。あそうなんだ、うん、ちょっと聞いてないかな。久保田プロデューサー、もともとポニーキャニオンのね、うん、あれで、うん、エドワード・ヤンとかとも一緒に仕事してるし、うん、なかなかあの映画のいろいろな懐も広い方ですね、うん、大映画とかお好きでね、うん、非常に映画的な懐も多いし、うん、ご本人のご信念みたいな映画に対するいろいろな思いとかも感じられるし、うん、見かけがちょっとね、うん、チャラいというか、うん、あそうなんだ、ちょっとなんか違う人なんじゃないかと、うん、もっと僕はだからなんかこう業界の人なのかと思ってたの、うん、映画の人じゃなくて業界の人だと思ってたら、うん、意外と映画の人だったんだ、ね、なるほどね、うん、なのでちょっとそれはあの最初に見た第一印象と一緒に仕事して感じた印象とはちょっとずれましたね、うん、それは怒られたけど後でね、いやだから僕はそうなるなって怒られたけどさそんな風に見えますか武井さんみたいな。ちょっと一個忘れてた、何、あの東京リベンジャー2、うん、があ公開になったことに対して、うんうん、まあ結構その高校生中学生もご覧になる映画なので、まあ、大麻所持で検挙された永山容疑者が出てる映画は自粛した方が良かったんじゃないのっていうご意見もいただきました。もちろんそれも一つの考え方ですけどね、でも永山さんが出てるだけでね、うん、それがすなわちストレートに高校生に大麻が、うん、OK というふうに捉えられるっていうのがまたちょっと僕は違うんじゃないかなと思うので、僕の個人的な意見としては、あのお金払って自分の好みで見に行く映画に対してその自粛して見せないっていうのは違うんじゃないかというふうに思うので、今回の、結果は僕は別にそれに対して異論や遺憾はないかなというふうに思います。まあ、私も、まあ、ほぼ武井さんと同じなんですけど、うんうん、お子さんが違法薬物をやることを、うん、きちんと教えるのはできれば親御さんにやってほしいなっていう、で仮に映画でそういう、まあ、殺人のシーンとかね、いろんなシーンがあっても、でその映画見たから影響を受けることはひょっとしたらあるかもしれないけど、でもそれはやっぱりちょっとそこまで映画に責任を負わせるのはちょっとなかなか厳しいかなっていうのと、仮にそれがあの妥当となったら、自粛が妥当となったらちょっとね、映画を作るのはもう難しくなった、特にあの我々インディペンデントの映画業界は、うん、そこによってのマイナスのダメージが大きすぎちゃって、となるとそういうリスクがあるビジネスはちょっと成立しなくなるんじゃないかなっていう危惧もします。あと今回の場合、前編がね公開されて後編じゃ上映中止って言った時に、あのより多くの映画ファンに対してすごく社会的迷惑をかけるってのはあると思うんだよ、うん、で今回の場合はそのまあ麻薬を吸ってまだだから立件されてないわけで、しかもそれがなんていうのかな、多分殺人とかそういう犯罪とはまた別だと思うし、しかもそれがただの一出演者であった場合に、その責任が見たい多くのファンに迷惑をかける行為につながっていくっていうことの方が僕は社会的責任は大きいんじゃないかなというふうに考えるので、まあ、これは我々の個人的見解ですけどね、僕らの個人的見解なんであれですけどね、うん、まあだから緊急取調べ室の猿之助のさんの件とはちょっとまた違うかなと、猿之助さんが やったことの行為とその映画的な状況が非常にこうなんていうのかな、オーバーラップしてしまうことが結構難しいことだと思うんだよね、うん、例えばだから仮によ東京リベンジャーズの中で
永山容疑者が、演じてる役がね、大麻を容認して大麻をあの映画中で吸ってるとかになると、これはちょっとやっぱ考えなきゃいけない点は、覚醒剤をやってる犯罪者の役とかだったら、うん、そうそうそう、ちょっとオーバーラップしちゃう、うん、これはちょっと多分あの送り手である制作配給会社も考えざるを得なくなると思うんだけど、今回の場合は例えばそういう状況とは違うので、すなわちそれはあのその今回コメントされている方の若き青年たち、若き小生青少年たちに、その大麻を吸うことが是と考えるような、直接的な影響になるっていうふうには僕は思えないので、まあ、さっき言ったような特殊な状況下だったら考えざるを得ないかもしれないけど、今回はそういう例には当たらないんじゃないかなというふうに考えます。これ個人的な。東北大震災の後にのぼの城転機したんでしたっけ。した。あれもだからちょっと津波を想像させる。そういうことですね。だから世の中でその今ちょっと前に実際にリアルな津波の映像を見て、精神的に、それを見ることによってダメージを受けられる方がいたのでっていうことだと思います。それは東宝さんが延期を多分決定したんだと思うんだけどね。なるほど、まあケースバイケースでいろいろありますが、まあ、その都度その都度あの案件やシチュエーションが違うと思うので、一概にはあの全て OK とかそういうことは言えないけれど、だから今回は私も妥当だと思いますけど、うん、これをこのケースをもとに自粛が当たり前になっちゃうと、さっきも言いましたけど映画を作るのは非常に難しくなるな。まああのテレビはまたちょっと違うと思うんだけど、テレビ局、うん、映画はやっぱり自分でお金を払って選択していくので、うん、まあ、見たくなければ見なくてもいいっていうことはあると思う。そうですね、うん、はい、ということです、はい、ということで雑談コーナーを本日もお送りしてまいりましたが、ね、なんかもう一個ネタがあって、うん、その本来 T さんに送るべき、うん、業界のアンチョコに書いてあったんだけど、なんだか忘れちゃった俺も。来週だね、はい、っていうかもう来週はネタが古くなるからもう僕は話したくないと思うんで、ま、そんなに新鮮なネタだったの。新鮮っていうか多分今日昨日に拾ってるね。ブリッジヘッドのそのあれも今日、うん、今日じゃない昨日か、昨日フェイスブックで見たので、うん、これはちょっと面白いなと思って、うんうん、ということで、はい、雑談コーナーをお送りしてまいりました、はい、皆さんの質問を、引き続き、お待ちしております。どうもありがとうございました。